金山古墳は大阪府南川内郡河南町セリ谷にある古墳。形状は草園墳。国の史跡に指定されている。大阪府南東部、葛城野山清六の河南第一祭大地部のセリ谷に築造された古墳である。1946年、1993から1994年に発掘調査が実施されている。墳形は草園形という得意なもので、 北西南東方向に円墳2基が並列して連接される。北急は二段築成で直径38.6メートル、南急は三段築成で直径55.4メートルを測り、全体では墳急十85.8メートルを測る。墳急表面で埴輪は認められておらず、吹石は平坦面では一面に認められるが斜面では、 首レブ西側でのみ認められるものの、それ以外はなく、南宮三段目では、列席が認められる。噴丘周囲には、平均深さ1.4メートルの総円形の集合が、巡らされており、集合を含めた古噴総長は104メートルを測る。主体部の埋葬施設は、南宮では、未調査のため明らかでないが、北宮では、両袖式の横穴式石室が構築されている。 北急石室は、石室全長10.6メートルを測る大型石室であり、石室内には、原室、沿道に、業界岩製の栗抜き式毛型石棺が、各一基据えられている。石室内は、洞窟にあっているが、発掘調査では残存副層品が検出されている。この金山古墳は、古墳時代後期終末期の6世紀末マイナス7、世紀初頭頃と推定される。 創者は明らかでないが、住吉大社神代基書院、丹駒神奈美山本期の、白、木坂三志母に否定して、馬屋と王子の子の三草王の墓とする説がある。当時としては、大型古墳に属するとともに、東大阪市の夫婦塚古墳、八端二十二古墳、氷炭山古墳など、全国的にも、極めて類例の少ない草原墳である点で、重要視される古墳である。 古墳域は1991年に国の史跡に指定された。現在では史跡整備の上で史跡金山古墳公園として公開されている。古墳の規模は次の通り。各墳級の平坦面はそれぞれ独立するが、北級中段と南級下段の平坦面が接したとみられる。北級石室原室手前に原室棺。北級石室沿道手前に沿道棺。 奥に、検出疑。主体部の埋葬施設は、南宮では明らかでないが、北宮では、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。北宮石室の規模は次の通り。石室内の床面には、歴石が敷き詰められる。石室前では、墓道が検出されており、その墓道を埋めた閉塞施設がほぼ乾燥する。 北急石室内部には、業界岩性の栗抜き式形石管が2基据えられており、1機は原質に、1機は沿道に位置する。それぞれの内容は次の通り。これらの石管は、洞窟にあっているため、石管内部で副葬品はほとんど認められていないが、石管周辺で残存副葬品が検出されている。南急では、 石室墓道及び紛糾な暗挙が認められており、横穴式石室の存在が推定されるが、未調査のため詳細は明らかでない。北急石室は洞窟にあっているが、発掘調査では、石室内から次の副葬品が検出されている。石室内で検出された副葬品はいずれも原位値を保たない状態での出土とされる。ありがとうございます。